A じゃないかビズ。皆さんこんばんは、 A じゃないかビズでございます。今夜もよろしくお願いいたします。そしておなじみいつものメンバーです。お願いします。通販業界、はい、最近ですね、はい、何が売れてるんでしょうかね。そうですね、最近は食品関係も結構売れてますね。そうですか。そうですね、サブスクみたいな、この毎月定期でみたいなのとか、はい、結構調子がいいっていう話を聞いてますよ。あ、はい、この番組でもよくサブスクのものを紹介しますけども、やっぱり反響すごくいいですもんね。そうですね。今日もそんなものが揃ってるんですか。はい、間違いございません。はい、社員の仕事量把握できてますか。新規の案件で柴田部長に相談したいんだけど、はい、忙しいかな。全然だよ。柴田部長忙しいと思うよ。暇さえあればすぐゴルフに行っちゃうし。行ってねえって。じゃあ平子さんは。平子さんも春から忙しいっぽいよ。毎週朝浜松町で仕事で、うん、お台場にも毎週行かなきゃいけないみたいとか。そっか、時間がね。じゃあ酒井さんどうかな。酒井さんか、聞いてみれば。酒井さん暇ですかって。何失礼だろそれだと。あ、じゃあ酒井さん忙しいですよねって聞けば。いや感じ悪いわ。酒井さん本当に暇だったらどうすんだよ。本当だよ。そっか、まあ、でも本当に暇だもんな。いや暇じゃないですよ。もしもし、 A じゃないかですか。社員が抱えている仕事を見える化できませんか。テレワークで使えるビジネスツールのおかげでこれ便利になって効率的にも今なってますよね、うん、ただその分使いこなせていないとか、まあ、煩雑になって困ってるっていう方も事実いらっしゃるわけなんです。まあね、はい、あの番組のアンケートは E メールで、うん、あの取材は LINE で答えています、うんうん、マネージャーからの連絡はショートメール、ある資料は Google ドライブに、めちゃくちゃある。便利だけど一つにまとまってるとこれありがたいなって皆さんも思いますよね。さあそこで今回はですね、煩雑化した業務を一つにまとめて管理できるデジタルワークスペース LIKE をご紹介させていただきます、シトリックスシステムズジャパン株式会社の内尾さんです。よろしくお願いします。お願いします。デジタルワークスペース LIKE とはどんなことができるサービスなんでしょうか。最近は在宅勤務とオフィスのハイブリッドでのご勤務やお客様先への訪問など徐々に再開をされてきて、さまざまな場所で業務をされている方が多いと思いますよね。そのために毎日いくつもの IT ツールやアプリを使って、うん、結局アナログな作業がデジタルに移行された分便利なツールが逆に散在してしまって、その中に情報も散らばってしまう、うん、そんなことでかえって業務が煩雑化してしまって、ある調査によるとオフィスワーカーの方、はい、は1日10個以上のアプリを25回以上も切り替えながら業務をされているという調査があります。大変、それは大変。ツールによって散在している業務情報を一元化でき、今社内の誰と何をすべきなのかはっきり分かって、その上で作業も完結できてしまうデジタルワークスペースがライクです。すごいね。例えば朝業務を開始したらメールを開いてチャットを起動して、一つの業務をこなすのにメールやチャットを並走して使って、さらに作業をするとき、ワードやエクセルで情報をまとめて保存して、結局どこに何の情報があるのか把握しきれないということがないでしょうか。LIKE を使うことで業務の全体を可視化できる上に、自分の担当している仕事についても情報が集約共有が簡単にできます。具体的にですね、LIKE でできることを教えていただけますでしょうか。それだ。誰が何をいつまでにすべきなのか可視化ができて、スケジュール化も簡単にできます。業務のために複数のアプリを開いたり、メールやチャットを掘り返したりして、うん、誰がいつ何を言ってたっけ、今何をしなきゃいけないんだっけと掘り返し、情報探索の作業がなくなります、まさにデジタル上の会社として使えるデジタルワークスペース LIKE の機能を今から見せていただきます。今こちらに、表示されているのが一つの営業案件プロジェクト、このプロジェクトに対してやらなければならない業務というのを左側に、でこれをですね、実際にちょっと一つタスクを作りたいと思います、うん、そうしますと、うん、社内ミーティングに関してやらなきゃいけない、情報をですね、全て見れるようになっております、はい、この社内ミーティングに参加するメンバーを招待したいと思います、うん、ここにですね、うん、議事録の内容を入れていただきながら、かつ、うん、今一緒に参加しているメンバーもですね、同時編集が、社内ミーティングをですね、いつやらなければならないのかというのも、ここでですね、日付を、わー、すごい、タスクがですね、必要な項目を全て含んでおりますので集約配信機能を持って情報の抜け漏れを防ぐことができて、でかつ最後にチャット機能のように、例えば案件プロジェクトに対してのスケジュールをガントチャートで
調整をできると。看板方式で見ていただいたり、Excel のようなテーブル形式ですね、で見ていただいて、で最終的な業務の全体の把握をですねレポート化して、さまざまな形で見れるようになっております。では続きまして、デジタル構成機能というのがこのプレゼン資料で問題ないかという確認をする作業があるかと思います、修正したい箇所を選択していただいて、緑色にしてくださいと。これをですね実際に修正をしたかのどうかという確認なんですけれども、これがですねライクのもう一つの特徴といたしましてバージョン比較と。今これ2画面で表示されているんですけれども、これで上長の承認が必要だと、承認機能を使っていつまでに承認してほしいのかという期限を決めていただいて開始をすると。分かりやすいね、見やすいし、アナログなこの構成作業自体をデジタル化できるんで、スタートから最後までもうずっとこの画面上でできちゃうっていうことですよね。そうですね、これ特に社内だけでなく社外の方にも一緒にですね共有していただいて、確認ができるように、業務における様々な無駄をですね徹底的に排除するソリューションとなっておりますので、ぜひ無料トライアルをお試しいただければなというふうに思います。無料トライアルもあるんですね。はい、ご用意しておりますので、それ試してみるのは全然ありですよね。そうですね、本当ですよね。さあその他に様々な機能がございますので、業界や職種の業務ツールとして使うことができちゃいます、その他導入方法や価格など詳しくはライクのウェブサイトでチェックしてみてください、デジタルワークスペースライク以上となります。さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はーい、ライク承認でーす。いただきます。企業と学生のイメージのギャップを見える化できます。ここのカフェ噂通り学生客が多いな、よしそろそろ始めるか。いやしかし、ええじゃないかビズってテレビ知ってる？めちゃくちゃ面白いよね。知ってる知ってる、その番組の制作会社がとってもいいって評判なんだろ。そう、制作会社ってブラックなイメージあるけど全然そんなことないんだって。芸能人とも仲良くできたりするのかな。なんか柴田さんめちゃくちゃ優しいらしいよ。あ、いいね、エナジードリンクおごってくれたり。めっちゃいい職場じゃん。出す、全然出すよ。よし、次行くぞ。本当にこんなんで新入社員増えんのかな。そういう専門。もしもし、ええじゃないかですか。会社のイメージを調べることってできませんか。さあ芸能プロダクションもまあいろいろありますよね、で各事務所ってやっぱイメージってあるもんなんですかね。太田プロダクションのイメージっていうのはどんなイメージなんですかね。内側からはちょっと分かりづらいですけど、外のイメージだとアルコ&ピースの屋台骨みたいな感じ。違いますよ、全然違います。見えてないよ、まだまだ上に。全然見えてない、イメージって一般的に認知されてるのが合ってるのかどうかって、これもなかなか判断しにくいですよ ね、ということで、企業のブランドイメージを測定できるサービスビズミルサーベイをご紹介いたします、株式会社アゲハの下田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ビズミルサーベイとは一体どういうことができるサービスなんでしょうか。人材採用に関する企業のブランドイメージを定量的に測定できるサービスでございます。測定できる、学生さんが自社に対してどんなイメージを持っているかですとか、競合他社さんのイメージの差なんかを可視化できるようなサービスでございます。学生さんと人事の採用担当の皆さんの間にはやはりギャップというものがございまして、それをなかなか把握したりですとかが難しいという状況があります。それを分かりやすく可視化できないかというところを考えておりました、採用活動もオンライン化が進んでいまして、学生さんもたくさんの会社さんにエントリーできて、一人当たりのエントリー者数もすごく増えていらっしゃいます。そんな中でも選ばれる一社になるために自社の魅力を見直してきちんと伝えていくというところが企業にとってすごく重要になっています。なるほど。企業のイメージと逆にこうギャップがあると、すごくうちに対していいなと思ってくれてるなこの学生さんと思っていたのに、後になって実はライバルの別の会社さんに内定を決めてしまうですとか、はたまた全然業界業種違う他社さんに決めてしまうみたいなところが起きてしまったりです。なんでそうなってしまったんだろうという原因もわからないので、改善が難しいというところがございます。ビズミルサーベイではどのようにして企業に対する学生と社員のブランドイメージを測定するのかを見せていただこうと思います。
まず最初に性別ですとか今いる大学なんかをこうポンと簡単に答えていきまして、自社とライバルとなる競合他社さんもこの採用担当の方で設定ができまして、それぞれの志望度なんかを答えていただきます。でこの次の画面はですね、企業の採用力に関わるブランド25項目というの質問がございまして、感覚的に1から4で答えていきます。この25の項目を答えるともうスコア化できてしまうっていうことなんですね。こういった風にデータを自動で収集してくれるもので、学生さんだけではないんですよね、自社の社員さんにもアンケートを取っていただくことが非常に重要です。そうだね、こっちやんないと、社員の皆様がどんなことを思ってらっしゃるかというのを人事が把握しておくことも非常に重要です。人事が思っている自社と現場の社員さんが思っている自社で認識にギャップがあるということに気づける場合がございます。例えばこちらはですね、内定者の方と現場の社員さんの年数を区切ってスコア化したような結果でございます、内定者さんは比較的低めの点数が出ているんですが、現場の社員さんは仕事に対して自社の仕事すごく楽しくて魅力的というふうに思っていらっしゃいます。なるほど、現場の社員さんがせっかく気づいている魅力を学生さんにうまく伝えられていないのではないかというところが分かります。なるほどね。こちらの場合は、キャリア環境に関してもうちょっと魅力的に伝えていかなければいけないなというところに気づくことができます。札幌ビール株式会社様にもこのビズミルサーベイを導入いただいておりまして、内定者に回答いただきました、まず札幌ビールさんが非常に良いスコアが出たのが、こちらの人社風の部分でございました。いいね。一方札幌ビールが今後どう挑戦していくかですとか未来目指す姿というところがなかなか学生さんの理解度が低いというところが、こちらのサーベイで分かりました。そこで社長の考えていらっしゃる未来ですとか、今後の戦略を社長にインタビューさせていただいて、それを映像にして学生さんに見せるということを行ったりですとか、採用フローの見直しなんかを行いまして、より最適化された採用施策を改善実施されました。その結果、最終的には札幌ビール様は内定承諾率が前年に比べて 15% アップしたということで、ございました。欲しい人材取れてるね。じゃあね、企業と学生のギャップを可視化できるビズミルサーベイ、導入方法や機能についてなど、詳しくはビズミルサーベイのウェブサイトでチェックしてください、企業のイメージを分析し比較できるビズミルサーベイ、以上となります。さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、ビズミルサーベイ承認です。承認です。いただきます。秘書になってくれる AI チャットボットなんです。本日の社長のスケジュールですが、この後営業報告会議がございます、その後先日プレゼンのあった企業様とランチミーティングでしたが、この話きっと成立しないと予測できましたので、勝手ながらキャンセルさせていただきました。分かってるね。それから週末にゴルフへ行きたいと急におっしゃってもいいように千葉のコースを抑えておきました、メンバーも集めています。社長のスコアを上回る人は誘っていません。気が回るね。そして本日の午後、社長にお会いしたいという外資系企業の女性がいらっしゃいます、この方は黒髪のロングヘア、身長高めということで非常に社長がタイプの女性です、またシャレにならないセクハラ発言の危険性がございますので、セクハラ裁判に強い弁護士抑えてあります。なんか君怖いねもしもし、ええじゃないかですか。もうちょっと気軽に使える秘書いませんかタレントさんとか社長じゃなくてもあなたの秘書として働いてくれる AI チャットボット、ベネフィッターというのが実はあるんですね、それを今からご紹介してまいります、伊藤忠テクノソリューションズの佐藤さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ベネフィッターとはどんなことができるサービスなんでしょうか。ベネフィッターはですね、大企業様向けのクラウド型のボットプラットフォームサービスになっておりまして、スマートでですね、おしゃれな AI チャットボットを短期間で作成することが可能なサービスになっております。で、一般的にはですね、チャットボットはですね、問い合わせの自動応答などによく使われているんですけれども、ベネフィッターはそれだけではなくてですね、あなただけの秘書ボットという形でスケジュール調整とか、申請サポートなどを実現できるサービスになっております。
でベネフィッターはですね、もともとパーソナルアシスタントという形で個人秘書というコンセプトをもとにですね生み出したサービスになっておりまして、質問の回答はもちろんなんですけれども、会議の調整もしくは特定のスキルを持つ人をですね探すとか、社内で過去のドキュメントを探すなどですね、ビジネスマンの人が、日常業務で行っているような、そういった業務をですねサポートしてくれるようなサービスになっております。なるほど。他にどんな特徴がありますでしょうか。チャットボットとですねやり取りした会話からですねその人の趣味趣向といったものを把握してですね次回からのこの会話を変化させることが可能になる。すげえ。それでいてプライベートも守られますもんね。そうですね、おっしゃる通りです。はあ。ビジネスにおいてはですね複数の AI だとか、社内の業務システムだとか、さまざまなシステムと連携させることが可能になっております。で今回ですね会議の予約というものと、人探しといったところをちょっと試していただければと思っております。了解です。いつ頃打ち合わせをしたいかというところをですね、じゃあ15日ね、あとは誰と打ち合わせをしたいかということで井上さん、ありがとうございます。でそうしますと柴田さんと井上さんの空きスケジュールというところを拾ってきまして、その中で2人 の調整がつくところを出していると。なんで柴田さんの情報と井上さんの情報を持ってきて空いてるところっていうのを出しています。すげー。でそうしますとお二人のそれぞれのスケジュール帳にこう登録されるというような流れになります。すげすごいですね。でもう一つ人探しということで、社内の人材を探すようなイメージ、社内の法律とか、そういったものに詳しい方っていうのを探すときにホームを押していただけると、そういった形で候補がこう見えますので、あ自分が聞きたいことが分かりそうだなっていう人にアポイントを取るという形でボタンをちょっと押して。やっぱ大きい企業さんもこういうの絶対あった方がいいですよね。そうですね。我々も本当に非常に欲しくて自分たちで作ったというサービスになってます。伊藤忠さんも多いですもんね。そうですね。これ IT に詳しくなくても使いこなせますでしょうか。導入から運用保守といったところまで全面的にサポートさせていただきますのでご安心いただければと思います。で改善したいですね業務というのがたくさん皆さん抱えておりますので、デジタル化 DX 推進といったところもですねこのベネフィッターのツールを使いながらですねいろいろ専任のコンサルタントがご提案の方をさせていただきますので、ぜひご相談とかいただければというふうに考えております。はい、なるほど。その他に、コールセンターの人手不足、社内問い合わせ対応業務が多い、本来の業務に時間が使えてないといった問題を解決することができるんです。導入方法や機能についてなど、詳しくはベネフィッターのウェブサイトでチェックしてみてください。秘書になってくれる AI チャットボットベネフィッター以上となります。さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、ベネフィッター承認です。いただきました。えーじゃないか、ビス。皆さんのパソコン、ウイルス対策してますか？これをダウンロードしてファイルを開いて、あれおかしいな。もう一回ダウンロードしてみるか。うん。お疲れ様です。あ、お疲れ様。何やってんすか？いや、会社のパソコンでテレワークするからさ、しっかりセキュリティソフト入れておこうと思ってんだけど、でダウンロードがうまくいかなくてね。あ、これ偽サイトですね。え？セキュリティソフトと騙してダウンロードしたらウイルス感染するやつですよ。うわ、やば。じゃあこのパソコンは？もう感染してますね。はあ、もしもし、A じゃないかですか？セキュリティ万全のサービスありませんか？絶対欲しい。近年はテレワークなど働き方がどん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 変わってます。それに合わせてセキュリティ管理も複雑化してきてるわけですね。今回はそんな現代のビジネスシーンに対応できるセキュリティサービス、シスコセキュアアクセスバイデュオとシスコアンブレラをご紹介いたします。お願いします。販売パートナーの NTT データルウィーブ株式会社の藤井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤井さん、テレワーク推進されてセキュリティ管理っていうのはどのように変わったんでしょうか。テレワークの普及によりですね、直接インターネット経由でクラウドサービスにアクセスをさせる企業が増えました。でそのユーザーが本人であることっていうのをしっかりとですね認証することが最近重要視されてきてるんですね。なるほど。社内外問わず統一されたセキュリティのポリシーで運用管理をすることが求められています。でそういった中でこうセキュリティを守ってくれるシスコデュオとシスコアンブレラ、
これはどんなサービスなんでしょうか。シスコデュオはですね、多要素認証を見るユーザー確認で成りすましを阻止するセキュリティサービスなんですね。最高よ。ハッキングなどで ID パスワードが漏れるというニュースがありますけれども、まあ、万が一盗まれてしまってもですね、スマートフォンへのプッシュ通知、指紋板認証、こういった複数の認証法を利用することで不正アクセスを防ぐということができます。すげえ。じゃあいい。ではもう一つ、シスコアンブレラについて詳しく教えてください。最近ニュースでも、ランサムウェアの攻撃というのが多発していると取り上げられてますけれども、はい、でその感染経路の多くがですね、フィッシングメール、いわゆるメールについている添付ファイルをタップしてしまったりですとか、偽のウェブサイトに誘導されたりですとか、不正なサイトにアクセスしてしまうということが原因で起こり得る攻撃になってます。シスコアンブレラではインターネットへの接続リクエスト時にですね、宛先の安全性を確認することで不正サイトへのアクセスをブロックできると。ということで、ここからですね、実演していきましょう。はい、1段階目の認証ですね、こちらで私が通常自分のパスワードを入力します、そうしますと、シスコデュオ今お手持ちの端末の方にですね、プッシュ通知が届きます。来た。おお、シャリン。そうしますと私の画面に戻っていただくと開けると私の、はい、メール。なるほど、なるほど。一回ここ経由しないと開けねえんだ。そういうことか。すげえ。さあ、このようにクラウドでこのウイルスとか脅威をブロックすることでリモートワークでも安心して働くことができると。リモートワークでも端末のセキュリティをしっかりと守れます、さらにですね、クラウドサービスであるためですね、新たなハードウェアということを購入する必要がなくですね、今ある環境にすぐに導入できる点も魅力です。そういったメリットがたくさんあるからこそ実は交渉もされてるんですよね、はい、はい、またですね、当社ですね、オリジナルサービスとして今回紹介したアンブレラ、そしてデュオの導入から運用まで受け合うサブスクリプションサービスをですね、6月より、提供いたします。お、出ました。導入方法や料金など詳しくは NTT データルイーブネットワークコンシェルジュサイトをご覧ください。はい、安全なネットワークを実現するシスコセキュアアクセスバイデュオ、シスコアンブレラ、以上となります。さあ、柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、シスコセキュアアクセスバイデュオ、そしてシスコアンブレラ、承認です。承認いただきます。AI 分析で業務を効率化できるんです。え？こんなにあるの？そうです。当社の製品についてユーザーに記入してもらったアンケート、まだ一部ですが全部で3000枚ほどあるそうです。これ全部1枚ずつチェックするの？本当に？はい。僕がホワイトボードに書いていくので読み上げてください。いや、デザインがダサい。デザインがダサい。使いづらい。使いづらい。デザインがダサ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 い。デザインがもう無理だよ。会社のためとはいえ心が痛いよ。そしてデザインダサすぎるだろう。泣かないでください。いい商品作るためですから。ちっしょ。買って後悔した一票。はい。もしもし、A じゃないかですか。もっとデジタルにデータを分析できませんか。多分皆さんもお店とかネットでこう、うちのサービスとか商品いかがでしたか、星5つでお答えくださいみたいなアンケートにも答えたことあると思います。ただそのアンケートを集めて調べることができても、その大量のデータを人力でこの分析するってなると、これ限界ありますよね。まあ大変ですわね。そこで今回はですね、 AI 分析を活用して業務効率化できるツール、ヨシナとヨシナリサーチを皆様にご紹介してまいります。株式会社レトリバの新宮亮さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。新宮亮、こちらどういったツールなのか教えていただけますでしょうか。お客様や市場の声をテキスト分析をして、事業拡大のヒントを探っていくような AI ツールになっています。まあ、具体的にはコールセンターなんかには、たくさんの声が寄せられると思うんですけども、そういったものであったりだとか、あとはアンケートであったりだとか、あとは営業さんとかが入れている顧客の管理ツールなんかに入れている商談の履歴、そういったものを話題を可視化していくような、ツールになっております。なるほど。
機能面でいくと音声を文字に変換していく機能がございます、うん、録音されているケースが昨今多々ありますと、うん、でその録音データをこのヨシノにアップロードいただくと、うん、まあ、文字起こしてくれますっていうのがまず1点目です。すごいですね大量の声のデータっていうのを、うん、もう一瞬で話題を可視化してくれますというものでございます、うん、例えば、まあ、柴田さんが面白すぎるが 50% ありましたとか、うん、平子さんがイケメンみたいなものが 30% ありましたみたいな、でさらにその話題っていうものが一体ポジティブなものが何件ありましたとか、うん、ネガティブなものが何件ありましたみたいな形で、うん、ポジティブなものとネガティブなもので分けて可視化していくようなことも可能になってるっていうような形ですかね、うん、はい、実際この吉田でどんなことでこう活用されてたのかっていう具体例を紹介してもらってもいいでしょうか。お元某大臣に寄せられた1日まあ4000件ぐらいですね、あの国民からあのご意見とかアイディアとか寄せられるわけなんですけれども、それをいろんな業務兼務されながら一件一件見ていくのはなかなか難しいかなというところだったんですが、まあ吉野を使うことによって4分で話題を可視化できましたっていうのが1点ですね。さあ続いてはですね、吉野リサーチについて教えていただきたいんですが、データ分析したいけどデータがないんだよねっていうのはお客さんもあのたくさんいらっしゃいますと、はい、じゃあデータを作るところからご一緒しましょうかっていうのが吉野リサーチでございまして、こちらは800万人のモニターの中から、まあ、ターゲットを決めていただいて、まあ、大体いつも30万人以上に一斉送信するんですけれども、その中から1万人に、回答をいただいて、でその1万人を吉野を使って、分析結果をお返ししていきますねというものになっております。自由記述フリーアンサーを求めるような質問、この分析っていうのがあの僕ら強みになってるんですけれども、1万件の自由記述上がってくるのを1件1件見ていくの大変じゃないですかね、円グラフにまとめていくとかの工数かかっちゃうと思うんですけど、それをヨシナっていうのは同じような回答同士でガッチャンコしてカテゴライズして話題を可視化してくるっていうことをやるので、まあ一瞬で訂正データを定量化できますよっていう形になります。はい、頭いいよな、ね、この吉野と吉野リサーチなんですけれども、費用についても導入しやすい価格ということなんですよね。そうなんですよ。でこれなんでこんなすごいサービスなのに低価格が実現できるのかというのをちょっとお聞きしたいです。とにかく初心者の方が使いやすいツールであり続けましょうみたいなことをあのエンジニア部隊に言い続けて、でそれをエンジニア部隊が答えてくれて、もっと中小企業さんとかベンチャー企業様とかが積極的に使えるような価格帯であってほしいし、それをきっかけに事業拡大につなげていただきたいなというふうな願いがあったので、そしてその他導入方法や価格など詳しくは吉野のウェブサイトでチェックしてみてください。分析 AI ツール吉野と吉野リサーチ以上となります。さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、吉野と吉野リサーチ承認です。承認いただきます。じゃないかビス、今日紹介したサービスは増田ノイクの YouTube チャンネルと佐伯玲香さんの SNS でも紹介しています。皆さんぜひチェックしてみてください。さあということで今夜のじゃないかビスはいかがだったでしょうか。さあ今週もですね、最新のビジネスツールをたくさんご紹介させていただきました、私はライク気になりましたね。本当にツールたくさん使ってるので一つにまとまるというのは便利ですよね。私はやっぱ吉野ですね、こう一消費者として、あの会社がこのお客様のお声を可視化データ化してっていうのはすごいこの企業にもあの業績アップですごくいいなと思いました。さあ今週も皆さんありがとうございました。さあ次回のこの時間はじゃないかでございます。そちらもぜひチェックしてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。